音 OK 役者 OK よーさあどうも皆さんこんにちは、カントクラブの監督です。突然ですが、猫は本来運動量が多い動物です。しかし室内外の猫は運動不足になりがちです。運動不足は肥満や糖尿病などの健康問題を引き起こす可能性があります。今日はそんな猫ちゃんの運動不足解消に役立つ運動器具チャットホイールを紹介していきたいと思います。開封の儀、普段はですねこういったものを出すんですけども、今回ちょっと物が大きすぎるのでカメラ映像だけで開封の儀を行います。札幌にある猫カフェラブ猫というところで撮影してきました。ではそちらをどうぞ。はい、というわけでですね、サイズ感なんですけども、まずは足場横、こちら100センチ、奥行きは36センチ、車輪幅は113センチ、全体の高さは120センチ、総重量は 23.8 キロです。この商品を使うメリット、猫の運動不足。これにつきます。猫は天然のハンターです。現在、多くの猫は長時間室内で過ごすことによる運動不足が原因で太り気味です。定期的な運動は太りすぎが原因で起こる病気の予防や退屈や不安、運動不足が原因で起こる猫の破壊行動、など猫の健康全般を改善する必要がございます。この猫ホイールを導入することによって飼い猫を活動的で健康的な状態に保つことができます。対象の猫、体重 1kg 以上の猫、特に好奇心が旺盛な子、元気いっぱいな猫がおすすめです。本体、ホイール部分と足場、7対3の防音比率であらゆる猫に対応。全然遊ばない場合は付属のおもちゃがついております。こちらで遊んでから誘導すると遊んでくれる場合がございます。改めてこちらのキャットホイール、全猫ちゃんにおすすめなんですけども、特におすすめな猫、肥満の猫、減量できます。無気力な猫、刺激と楽しみを選びます。イライラしやすい、攻撃的な猫、退屈と不安を解消してくれます。体力がなく病弱な猫、身体力向上させてくれます。安全性について、こちらは大きい猫用トレッドミルホイールです。高品質な材料で作られ、重さは約 23.8 キロです。正直重いです。ですが直径100センチを超える5キロを超える大型な猫も全速力で走れます。素材は無臭で環境に優しい素材が使われております。低騒音とロック装置、大量の PPE ホイールは動作音を最小限に抑え、煩わしさを感じさせません。こ
ちら使用したいときはロックをかけることができます。こうすることで飼い主が決めた時間に遊ばせることができます。ホイールとベースの隙間5mm未満に減らし、猫が運動中に挟まれたり負傷したりすることを防止してくれます。はい、いかがだったでしょうか。猫専用キャットホイール組み立て自体は複雑な工程はなく、簡単に一人でもできます。ホイールを下げる際はですね、二人いた方がスピードは上がります。そして大型で静音設定もされており、使わせたくない時はロック機構というものもありますので、こちらを使うことによって安全に楽しんでもらうことができます。またデメリットとしてはかなり大きいです。そして重量がございます。大きい分安定感というものはしっかりとありますので、その部分に関しては安心して使えるかと思います。というわけで、この商品興味がある方はぜひ詳細欄をご覧ください。キャットホイール見てみてはいかがでしょうか。カントクラブのカントクです。ではまた次の動画で会いましょう。